はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回はバンダイから発売されております食玩の手乗りフレンズ2、こちらを紹介したいと思います。こちらがですね、バンダイが展開している食玩の手乗りフレンズシリーズの第2弾ですね。手乗りフレンズの第1弾は鳥系のラインナップ、スズメとかオカメインコとか文鳥とか、そういう小鳥系のラインナップだったんですけど、第2弾は見ての通り小動物系のラインナップになっております。ものとしてはミニサイズのソフビ人形ですね。ラインナップは全8種類で、向かって左側から豆柴、白ウサギ、トイプードル、ゴールデンハムスター、シマリス、エゾモモンガ、白茶猫、銀海猫、この8種類となっております。それではラインナップ1種類ずつ見ていきましょう。はい、というわけでラインナップ1個目、豆柴でございます。商品名に手乗りフレンズとある通り、こんな感じで手のひらに乗せることができるサイズのミニ装備となっております。で、これがめちゃくちゃ可愛いんですよね。そう、めちゃくちゃ可愛いんですよ。これね、私ね、正直ね、これ購入予定なかったんですよ。ただ店頭でたまたまゴールデンハムスターとシマリスを見かけて、あ、可愛いなと思って2個買って帰ったんですね。で、開けてみて触ったら超絶可愛かったので、これ全種類欲しいなと思って全種類揃えてきた次第でございます。うん、やばいくらい可愛いですね。そしてフォルム的にはちょっとデフォルメが入っている感じですね。クリッとした大きな目玉が可愛いね。塗装もすごくしっかりされています。肉球もちゃんと塗装されている。やばいんですよね。マジ可愛い。マジで可愛いです。はい。質感的には、そうだね。ポケモンキッズ的なね。あんな感じの装備ですね。ミニサイズの装備でございます。はい。めちゃくちゃ可愛いです。はい。というわけで、ラインナップ1個目、豆柴でございました。続きまして、ラインナップ2個目、白ウサギです。はい。白ウサギはね、この手のひらの上に乗せた時の収まりの良さが半端じゃない。マジで可愛い。マジで可愛いです。うん。目はかなり深い赤ですね。で、目の周りに赤がにじみ出したような感じで、微妙にグラデーション塗装が施されてますね。うん、目の周りに赤色の縁取りみたいなのが微妙にグラデーションかかった感じで塗装されております。耳も先端に行くにつれて微妙に灰色がかった感じでグラデーション塗装がされております。はい。細かいですね、塗装も。マジで可愛いんだよな、これ。この雪見大福みたいなさ、丸い、もちっとしたプロポーション。これを手のひらの上に乗せているだけで、多幸感に包まれるね。これだけで一生過ごせる。これやってるだけで一生過ごせるわ。はい。マジで可愛いです。ちなみに私、この白ウサギが一番入手に苦労しました。結構どこの店舗行ってもね、残ってなかった感じがいたします。はい。というわけで、ラインナップ2個目、白ウサギでした。続きまして、ラインナップ3個目、トイプードルです。このトイプードルもな、また可愛いんだよな、このモフモフ感。そしてこのね、足のさ、チマッとした感じね。マジで可愛いんだよな。後ろから見るとね、こう頭のね、まるっとした感じのね、フォルムが。素晴らしいですね。可愛い。モフモフ感が半端ではない。うん、もちろん肉球も塗装されている。やばいよね、これ。何これ。可愛さの化身じゃん。可愛さの概念を形にしたものが今ここにある。はい。皆さんもね、この可愛さという概念を形にした商品を店頭で手に取ってください。はい。マジで可愛いですね。ラインナップ3個目、トイプードルでした。続きまして、ラインナップ4個目、ゴールデンハムスターでございます。このね、ひまわりの種だかアーモンドだかわかんないけど、それをかじっている一瞬を切り取ったかのようなポージング、大好きなのはひまわりの種。はい、ハム太郎ですね。ハム太郎さんへけ、明日はもっと楽しくなるね、ハム太郎へけっていう感じのね。そう、昨日より今日よりも明日、どんどん楽しくなるから。このフォルムな、素晴らしいよな。初代ピカチュウみたいな感じのね、この背中のこのライン撫でてるだけでもう一生過ごせるね。このラインを撫でるだけの仕事に就きたい。このライン撫でてるだけで月間30万ぐらいもらえる仕事に就きたいね。やばいですね。超かわいい。
はい、めちゃくちゃ可愛いですね、というわけでラインナップ4個目ゴールデンハムスターでございました。続きましてラインナップ5個目シマリスでございます。はい、ボノボノでおなじみのシマリスちゃんですね。シマリスちゃんはね、とにかくめちゃくちゃでかいですね。ボリューム感が凄まじい。あの、今までの豆柴、白ウサギ、トイプードル、ゴールデンハムスター、あいつらが一体何だったのかって思うぐらいに、こいつだけ異常なサイズ感してますね。この尻尾のせいででかく感じるんでしょうね。尻尾がボリューム感の底上げに一役買っている感じがする。あとは頬袋膨らませてるので、このあたりでもね、膨張感が助長されてる感じはしますね。うん。とにかくバカでかい感じがします。そしてこの、頬袋を膨らませている表情ね、可愛すぎる。ういやつじゃ。そういうやつなんですよ、このシマリスちゃんは。そしてシマリスの名に恥じない縞模様、しっかりと塗装で再現されております。ありがたいですね。マジでありがてえな。ありがたさしかないな。はい、超かわいいですね、この、シマリスちゃんが。個人的にはね、ラインナップ8種類の中で一番の激推しですね。この子が一番僕は好きです。はい、というわけでラインナップ5個目はシマリスちゃんでございました。続きましてラインナップ6個目エゾモモンガです。はい、エゾモモンガ、エモゾゾンガ。うん、この子はね、ちょっとね、潜在写真で損してる気がする。っていうのも、潜在写真だとこう正面からのアングルなんですよ。で、この状態だと平面的に見えてしまうんですね。ただ実際に実物を触ってみると、ちゃんとね、奥行きがあるんで尻尾も生えてますし、こう完全にペラペラなわけではなく、ちゃんと本体部分はこうね、胴体の部分はしっかりと肉付きを感じる、うん、奥行き立体感がありますので、うん、実際にこれはね、実物を触ってみて良さがはっきりわかる感じの商品じゃないかなと思います。お腹の部分は塗装はこう微妙にグラデーションかかった感じで綺麗ですね。背中からもこんな感じでね、縁は微妙にグラデーションかかった感じで塗装されております。うん、背中から見るとね、なんだろうねって感じだよね。うん、人手の仲間かなっていうね。はい。エゾモモンガでした。はい。というわけで、うん。ラインナップ6個目はエゾモモンガでございました。この子はね、実物を触ってみてほしい感じの商品ですね。続きまして、ラインナップ7個目、白茶猫でございます。見た目はこんな感じです。かわいいね。ペタンと座り込んだ感じのポージングで、肉球もしっかりと塗り分けられていますし、尻尾もね、縞模様が入っております。こう背中から見るとね、こう丸い猫背のフォルムね、かわいいね。うん。で、この子も結構膨張感があるというか、かなりね、サイズデカめに感じますね。うん、お得感があるね、でっかいと。はい、猫好きの方にはね、おすすめだと思います。というわけでラインナップ7個目は白茶猫でございました。ラストですね、ラインナップ最後の1個、銀海猫でございます。この銀海猫はね、めちゃくちゃ潜在写真で損していると思う。っていうのも、パッケージの写真ってこう正面から見た写真なんですよ。で、正面から見るとなんか顔しか見えないのね。顔しか見えなくて、ものすごく小さく感じるんですけど、実物はかなり奥行きがあって、ものすごいでっかいんですよ。なのでね、この子はちょっとね、パッケージでだいぶ損してる感じがしますし、あとなんだろうね、微妙にパールっぽい感じの質感なんですよね。成型色なのか塗装なのか分かんないんですけど、微妙にね、パールっぽい感じの質感になっていて、この辺りでもね、すごく高級感が漂っているんですよね。うん、この銀海猫はね、パッケージで見た時と実物を触った時の印象のギャップがものすごく強くて、実物めっちゃいいじゃんっていう感じだったので、この子はね、本当に手に取って、実際に実物を手に取ってもらいたい、そんな商品ではないかなと思いました。さっきのエゾモモンガもそうなんですけど、エゾモモンガと銀海猫はパッケージ写真詐欺、パッケージ写真の逆詐欺ですね。うん、パッケージでかなり損してる感じがします。うん、なのでね、エゾモモンガと銀海猫はね、見かけたらぜひとも一度実物を触ってみてほしいですね。はい、というわけでラインナップ最後の1個は銀海猫でございました。はい、というわけでバンダイの食玩手乗りフレンズシリーズから手乗りフレンズ2全8種類紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。あのね、これは
めちゃくちゃ可愛いですね。半端ない可愛さです。僕はこのテノリフレンズ2は全く購入する予定はなかったんですけど、たまたま店頭でゴールデンハムスターとシマリスを見かけて、その2つだけつまんで買って帰ってきて、で実際に開けて触ってみたら、あまりの出来の素晴らしさ、あまりの可愛さに他のやつも全部揃えたくなってしまったという、そういうね、凄まじい可愛さですね。お値段は1個だいたい300円なんですけど、300円の割にはかなりボリューム感あると思いますし、造形も塗装も非常にしっかりしていますし、あとはパッケージ外から見て何が入っているか分かるタイプの食玩ですので、欲しいやつだけ買うってこともできますし、めちゃくちゃ素晴らしい商品だと思いました。こういう小動物系のアイテムが好きな方には手放しでおすすめしたいと思います。でこれはテノリフレンズの第2弾なんですけど、第1弾の方も今度ラインナップにリカラーバージョンが追加されてリニューアル再販されるらしいですね。僕はテノリフレンズ第1弾の方は完全にノーマークだったんですけど、第2弾がこれだけの出来栄えってなると、第1弾の方もねちょっと興味が湧いてきました。気が向いたら第1弾のリニューアル再販も買ってみようかなと思います。いやマジでね、素晴らしい商品でしたね。超可愛いです。こう並べて飾ってるだけでものすごい幸福感に包まれるよね。ありがとうございました。はい、というわけで今回はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。バイバーイ。